これ曲がった方が良かったのかな。まあまっすぐ行って大丈夫でしょう。行けるよな。まあなんか車でちょいちょい走ったことがあるなぐらいですからね。だいたいどこに行く人もこっち抜けるって、あ、まあ抜けてきたことはあるか。抜けてきたことはあるけど、はあ、大型バス専用駐車場、あ、水族館ね。この水族館は閉まる時間だよな。これ歩道ある、全然歩道、これは歩道向こうか。こんな感じですね。駐車場は土日宿は300円、ザ観光の中で平日はもう無料開放っていうことなんで、あ、とかその地図見たら早いや。よいしょ。あれまだ半分ぐらいになるか。遠くね。おお、案外遠いな。から先が水族館とかバーッとあって、まあそこ通ったらでも蒲郡駅に着いちゃいますからね。多分ちょうど帰ってくるお客さんとかと結構被るのかな。そこの中で蒲郡駅から、この前はこっちの方に乗ってましたもんね。名鉄蒲郡駅でね、スーッと行ってましたけど。今日はどうしようかな、こっちで行くでしょ、普通に。そう。ってことで、夕暮れ時の蒲郡駅。夕刊は4時半までなんで、さすがにね、入っても、園内、ダッシュ1周でおしまいですね。さすがにちょっと今から入るんだね。よいしょ。車多いね。まあ3連休やったしね。水族館も賑わってたみたいですね。いいことです。すごいね、歴史が昭和な感じですよね。ああ、ここが水族館か。ただね、なんてそこ落ちまでだもんな。でも料金が500円、そうだから本当手軽にあの水族館楽しめるんで。そうですね、だからトバとかと大きく違うのは、トバはもうあそこで一日はい、がっつり見て回りましょうねっていう感じの、作りですけど、ここはどっちかというと、竹島全体的にね、楽しめる行動になってるんで、その、いろいろとある中の、一施設っていう感じなんで、一日丸と、潰すような感じの、作り方にはしてないですかね。その分、手軽に楽しめるっていうのがいいですよね。はい。で、結構この辺りもだから、周辺施設。これ新しく作ってんのかな。まだオープン前みたいな感じだもんな。へえ、なんかできてる。もしこの動画を投稿する頃にオープンしてたら、ホームページがあったら貼っ付けておきます。これ竹島遊園。まあバスの本数は蒲郡駅前行けも、土急実は。こんな感じですからね。16時台は一切なし。次から17時58分なら歩きましょうね。
はい、おとなしく歩きましょう。あったら持ってってもいいけど。まあでも、綺麗なところですからね、海沿いで。広いし、車もいっぱい止まってますよ。うん。はあ、せや、蒲郡は、あそこはちょっと遠かったっけ、快活は。ちょっと離れてましたよね。車で5分、10分でしたもんね。車だったら、いやーっていう距離でしたけど、ちょっと歩いてたと、大変か。こっちも広大な敷地が。やっぱ開けてるところにね、いろいろ船が止まっとったりとかっていう、こういう景色がいいですよね。わぁ、開けてるけど何かやってたのかな？ん？なんだ？フェスやってました的な、なんかイベントやってたのかな？もうイベントは終わって今打ち上げをやっているのか。よくわからないけど、なんかね、気球でも飛ばしたりしてたのかな。なんかいろいろと資材があって、もう片付け撤収作業が終わったって感じですもんね。なんて言ってたら秋田が出てきたけども、とりあえず手前のバミまで、はあ、こっち側に商業施設とかもありますもんね。前の時は、あれだよね。国道のもう一つ北側の方の道走ってましたもんね。そう。結局、こっちに向けるっていうと、だいたい基本的に高速使うことが多くなっちゃうし、高速じゃなかったら国一走ることが多いし、前でこっちの方に抜けたとしても、結局国道側の方走っちゃうんで、わざわざこっちまでは、抜け道として使ってこないですもんね。まあいい機会ですね。こういう時にね、歩くというのもまた一つ大きなものでございますよ。はあ、まあまあ歩いたな今日。まあ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 多分3万歩くらいは歩いてるでしょう。はあ、十分歩いた。やっぱね、JR の一駅間は大きいね。うん、あまりね、しれっとね、駅間散歩なんて始めるもんじゃないね。うん、でも、主要駅の一つ隣までっていうふうに、たまたまなんでしょうけど、か狙ったのか分かりませんけど、なってるのはいいですよね。そうですよ、忘れちゃいけませんよ。今回、これ全部で、全部で運賃1500円ですからね。だからこの後、亀山まで帰って。破格、大破格やね。だってあれ、片道1680円の近郊距離区間のエリアに乗ってなかったですもんね。それぐらい離れてますからね。